ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・マイナス・ミッション・ブレイクアウトはディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーにあるアトラクション。マーベルコミック原作の映画、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーをテーマとしたフリーホール型アトラクション。ディズニーランドリゾート内のディズニー・カリフォルニア・アドベンチャーにあり、アベンジャーズ・キャンパスに位置している。以前、この場所にあったトワイライトゾーン・タワー・オブ・テラーの建物とシステムを利用しており、 外装、内装ともに大きく改装されている。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとその続編である、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、リミックスに登場したキャラクターである、スター・ロード、ガモーラ、ドラクス、グルート、ロケット、コレクターが登場する。ディズニー・パークにおける、マーベルのアトラクションとしては、香港ディズニーランドのアイアン・マニ・エクスペリエンスに次いで、これが2番目である。 2016年のサンディエゴコミコンにおいて、トワイライトゾーンタワーをオブテラーがクローズし、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのアトラクションができると発表された。さらにクリス・プラット、ゾーイ・サルダナ、デビット・バウティスタ、ベニチオ・デル・トロがそれぞれスター・ロード、ガモーラ、ドラックス、コレクター役として出ることもこの時に発表された。なお、ディズニーによる買収以前である1994年に、 マーベルエンターテイメントがユニバーサルパークスリゾーツと結んだ契約によりアトラクション名またはその宣伝にマーベルという名前を使うことは許されていない。またガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズの監督であるジェームズ・ガン本人が映像シーンの監督として携わっている。アトラクションの舞台となるのは映画に登場したコレクターのティバン・コレクションと呼ばれる要塞。 コレクターは彼の最新のコレクションであるガーディアンズ・オブ・ギャラクシーを特殊なケースに入れて公開しようとするがロケットは密かにケースを抜け出しゲストに助けを求めるそしてゲストはリフトに乗り込み脱出の手助けを行うのであった乗るごとに流れる曲が変わるスター・ロードが映画で好む1960年代1970年代1980年代の 音楽が使われている。なお、使われている曲は以下の6曲である。2017年からハロウィン期間中の夕方のみ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・マイナス・モンスターズ・アフター・ダークへと変化する。このバージョンでは、アラームや照明がこれまでのものとは変更されるだけでなく、映画版の音楽を担当したタイラー・ベイツによる1970年代のロック風オリジナルソング、 モンスターズアフターダークが使われる。コレクターの要塞、ティバンコレクションから脱出したのもつかの間、なんとグルートを置いてけぼりにしていることが発覚。ロケットはすぐさま引き返すものの、脱走した、スルトのドラゴンの間の牙が。ありがとうございます。